視聴者の皆様、こんにちは。今回は、自己中イッチが旦那に対してとんでも行動をしたスレを2本紹介。まずは1本目。視聴者の皆様、こんにちは。今回は家族の分の選択をしていただけなのに、夫に離婚を切り出されてしまった。と嘆くイッチのお話です。それでは、ご覧ください。すいません、ちょっと相談に乗ってほしくてスレ立てしました。お時間のある人は少しでいいから付き合ってほしいんですけど。こんな遅い時間にどうしたのかな？なんか、夫と喧嘩しちゃって。でも、これって私が悪いのかよくわからなくて。夫も全然人の話聞かないし。ああ、それは災難だったね。とりあえず夫と揉めてることはわかったよ。原因は何なんだろう？私子持ちの主婦なんですけど。家族の分の選択を頑張ってしたんです。それなのにすごく怒っちゃって、全然話し合いにならないんです。家族の分の選択するって、むしろいいことじゃないのかな？ですよね。しかもうちの選択ものめっちゃ多いんです。それを毎日毎日やってるのに感謝されるどころか文句言ってきて。なんなんだろ、ほんと許せないんですけど。そうだよね。家族のために頑張ってるのに否定されたら、もう頑張れなくなるよね。それは辛いな。理解のない夫なんだね。そうなんですよ。普段から私のすること全部否定ばっかりして。もう、嫌になっちゃいます。まあまあ、イッチ落ち着いて。イッチはよく頑張ってるよ。そんな風に言ってもらえるだけで、今は本当に救われます。ありがとうございます。俺たちは少なくともイッチの味方だよ。だからさ、少し落ち着いて話してみてよ。そうですね。多分その方が夫のひどさが伝わると思いますし。簡潔に話すから聞いてください。イッチのペースでいいからね。ゆっくり聞かせて。はい、ありがとうございます。私は35歳になる普通の主婦です。子供は男の子が一人いて、今年で10歳になります。子供が小学校に行っている間は私もパートをして、少しながら家計に貢献しているんです。おお、働きながら家事もやってるんだね。それは立派だ。はい、ただやっぱり働きながらだから、多少は家事がおろそかになるところもあって。そりゃそうだよ、むしろ共働きなんだから家事育児は分担しないとね。ですよね。だからまあ、家庭内で分業してたりするんですけど、どうも、私が担当するのは、私が苦手とする分野が多くて。イッチは何の家事が苦手なのかな？私、掃除と洗濯が昔から好きじゃなくて。家事のメインどころだね。はい、まあ日中家にいる時間は私の方が長いから、それは私の担当なんです。夫は何担当してるの？夫は料理や子供絡みのいろんな雑務って感じです。ご飯は夫が作ってるんだね。はい、帰る時間が決まっている仕事なので、食事関係はお願いしてます。夫は何してる人なんだろ？役所の中の土木系の仕事らしいですけど、あんまりよくはわかりません。ただ、仕事柄洗い物が多いんです。夏場なんかは職場で何回も着替えるみたいでシャツの枚数はかさむし。ああ、洗濯嫌いのイッチには、なかなか耐え難いやつだね。はい、しかも、息子も習い事で野球をしているんですが、これもまた洗い物が多くて、しかも、一つ一つの汚れも頑固だし、そのくせ友達と遊びに行けば泥だらけになって帰ってくるし。おお、イッチお疲れ様。それが毎日だとしんどいね。そうなんです。私、洗濯物ってほんと好きじゃなくて、なんか、すごく生産性低い作業じゃないですか？生産性？はい、洗って干して畳んで、でも次の日にはまたそれ汚されて、なんか、同じことを延々と繰り返してる気がするんです。掃除も一緒で、なんかマイナスをゼロに戻す作業というか。ああ、わかるよ。確かに料理とかは違うもんね。そうなんです。料理はゼロをプラスにする作業というか。だから、周りは自然に感謝の言葉が出るんでしょうね。イッチはあんまり家族に感謝されてないのかな？内心どうかはわかりませんが、直接言葉はそんなにないですよね。夫が美味しい料理を作れば息子は美味しいって言うけど。でも、私が洗濯物頑張ったって、それは当たり前として流されるんです。そういうのも、なかなか辛いんです。イッチ、本当によくやってるよ。落ち込まないで。ありがとうございます。ただ、ちょっと本題に戻ってよいかな。そもそもイッチはそのしたくもない洗濯をしたら、夫に怒られたんだよな。それってなんでなんだろ？私の取った行動が非常識って夫は言っていました。何が非常識に見えたのかな？さっきも言ったみたいに、うちの洗濯物の量は多いんです。それで、うちはマンション住まいなんですが、全然ベランダに干しきれなくて。ああ、わかるよ、重なっちゃうと生乾きになるしね。
はい、だから、干しきれない洗濯物を隣の部屋のベランダにも干したんです。隣なのにどうやって干すの？手の届く範囲ですけどね、ちょっと身を乗り出して隣の物干しにハンガーを引っ掛けるんです。うわぁ、なんか危なくない？大丈夫ですよ、柵もあるし、そのためにちょっとした Y 字の棒も買ったので。隣に干すためにわざわざ。はい、そのおかげで干せる量は増えました。ちなみに隣は空き室なんだよね？いえ、老夫婦が二人で住んでいます。その人たちに許可を取ったってこと？さすがに気まずくてそんなお願いできませんよ。じゃあ無断で干してたってことか、やばいな。しかも、その人たちの洗濯物もあるんじゃない？特に、干されてるとこ見たことないんですよね。多分、乾燥機とか持ってるんじゃないですか。でもさ、一致の干した洗濯物とか見られたらどうするの？大丈夫です。ちゃんと二人とも外出したのを見計らって干しているので。うわぁ、じゃあ悪いことっていうのはわかりながらやってたってことだね。悪いとは思ってませんよ。悪いって犯罪って意味ですよね。これって何かの罪に当たるんですか？どうなんだろうな。法律の専門家じゃないからわからないけど。ですよね。別に不法侵入はしていませんし、何かを破損もしていません。だから、少しくらいいいかなって気持ちでしてたんです。わざわざ棒まで買うくらいだから、もう長いことしてたんだよね。さすがにそれが夫にバレて喧嘩になったのかな？まあ、妻がそんなことしてるの分かったら、普通は注意するわな。いやでも、バレたのは単に今回運が悪かっただけなんです。運って何のこと？今日は風が強かったじゃないですか。だから、隣に干しておいた洗濯物が、買い物に行ってる間に数枚ベランダに落ちてたんです。棒を伸ばしたんですけど、どうにも届かなくて。もしや、ベランダを伝って隣に侵入したの？そんな危ないことするほどバカじゃありませんよ。普通に隣の家のインターホンを鳴らしました。とりあえず隣の人がいるかを確認したくて、いなければもう少し大胆に棒伸ばせますし。でも一致は、隣の人が出かけるの見張ってたんだよね。見張るなんて大げさな言い方やめてください。ただ、玄関の開閉音とか、出かける様子を窓から見る程度です。もう立派な覗き魔だよ一致は。じゃあ、隣の人は留守だったんだね。それがいたんです。もう最悪でした。なんで最悪なの？取ってもらえばいいだけなんじゃない？それが、家の中で鉢合わせすることになっちゃったんですよ。なんでそんなことになるの？意味わかんないんだけど。インターホン鳴らしても誰も出なかったんですよね。でも、扉回したら鍵開いてたんですよ。もしかしてイッチ、勝手に隣の家に入ったの？はい、洗濯物だけささっと取ればいいかなって。そしたら、おじいさんの方はいつの間にか帰ってたみたいで、鉢合わせしちゃったんです。おじいさん、驚いただろうね。そうですね、警察を呼ぼうとするのを必死に止めました。何度か顔を合わせていたので、隣人とは分かったみたいで。それでも、私が入ってきた意味が、何回説明しても分かってもらえなくて。そりゃそうだろ、俺らも意味わかんないもん。そうね。人のベランダに洗濯物干すってねー。それで結局、マンションの管理会社を呼ぶことになっちゃったんです。むしろ管理会社で住んでよかったと思うけど。俺なら怖すぎるから、即通報するな。なんでですか、ただ隣人が訪ねてきただけなのに。ちょっと皆さん大げさすぎますって。いやいやいや、もうこれは完全に犯罪でしょ。自分で言ってた、不法侵入ってやつじゃん。でも、マンションの隣同士ですよ。昔なら長屋同士で助け合うみたいなの日本にはあったんじゃないんですか？それと同じだと思うんですけど。全然違うだろ。普段から仲良くしてたわけでもないんだろ。まあ、会えば挨拶はしてましたけど。それは、完全に赤の他人だ。なるほど、そのことを知った夫が怒って、一致に注意したわけだな。はい、マンションの管理会社から夫に連絡がいったらしくて、帰ってくるなり、すごい剣幕で文句を言い始めたんです。でもさ、なんでそれで喧嘩になるの？一致が、ごめん今後は気をつけるで済むことじゃない？その時は私もカッとなって、言い返しちゃったんです。なんて？なんで洗濯頑張ってる私が怒られないといけないの？もともとはこんなベランダ狭いマンションしか買えないあんたの稼ぎが悪いんでしょ。せめて乾燥機くらい買ってよ。文句言うなら、あんたが洗濯担当しなさいよ。そんなようなことを。おお、ひどいな、まるで被害者のような口ぶりだ。でも、一理あると思いませんか？どうかな、夫もあんまり稼ぎのこととか言われたくないんじゃないかな。そうだね、それに洗濯担当なのは二人で決めたことだしね。っていうか、なんでイッチが洗濯担当なんだっけ？
さっきも言いましたよ。夫は日中仕事だけど、私は時間を工面しやすいからって。でもさ、一パートしてるんだろ？時間なんて作れなくない？パートといっても、昼の前後で数時間働けばいい職場なので。それだとあんまり稼ぎ良くなさそうだね。それなのに夫に稼ぎのことで不満言ったのか、ひどい妻だな。だって、私は家のこともしなきゃいけないから。それも夫と分業してるって言ってたじゃん。普通なら料理だってエッチが担当するべきだろ。なんですかその男尊女卑な考え方、古臭い人ですね。いや、そういうことじゃなくて、単純に外での労働時間の関係なんだが。はぁ？外で働くのがそんなに偉いんですか？パートには発言権はないんですか？わかった、この話はもういいや。そうやって言い返したエッチと夫は言い合いになったんだね。はいそうです、お互いに不満のぶつけ合いになっちゃって。夫は他にエッチに何の不満があったんだろう。洗濯物は畳んでから、棚にしまえとか、部屋の掃除は2週に1度じゃ少ないとか、ゴミは溜めずに定期的に捨てろとか、ほんと言いたい放題って感じでした。なんか聞いてると、イッチさーちゃんと自分の担当やってたのかな？だって、洗濯物畳んだって、翌日には着るんですよ。畳むだけ無駄じゃないですか。掃除だってそうです。掃除機かけたって次の日にはもう汚れてるし。それなら、耐えられなくなった時にやれば効率的ですよね。ゴミだって本当はこまめに捨てたいですよ。でも、うちマンションの4階だから、そのためだけに下に行くの嫌で、何かのついでにって思うと、少し溜まっちゃうんです。イッチはさ、何に対して必死に言い訳してるのかな？言い訳じゃありません。自分の正当性を主張しているだけです。どう聞いても俺たちには、ズボラなダメ主婦の姿が固まっていくだけだぞ。なんなんですか、主婦の大変さも知らないで。いや、イッチは多分、主婦を語れるほど努力してないと思うぞ。私のこと何にも知らないくせに、結局、ここの人も夫と同じようなこと言ってくるんですね。イッチのことよく知ってる夫と、言ってること一緒ならもうこれが正解だろ。いいですよ、そうやって自分が正しいと思い込んで気持ちよくなっていれば、とりあえず、これ以上話しても私の話を理解できる人はいなさそうなので、もう行きますね。夫とは、お互いもう少し頭が冷静になってから、改めて話します。もうあなたたちに相談したいことなんて、何一つないので、それではさようなら、スレは好きにしてください。そうして反省をしないイッチは、スレミンの言葉にも耳を傾けることをしませんでした。そして、イッチはそのスレから姿を消したのです。しかし、それから1週間ほど経った頃、またイッチがスレ立てをしました。あれから果たしてイッチはどうなったのか。気になるスレミンたちは、一旦そこを覗きに行くことにしました。前にスレ立てしたものです。覚えてる人いますかね？洗濯頑張ってるのに、夫に文句言われたってスレなんですけど。おう、イッチだ。久しぶり。あれ、もうこのスレには来ないかと思ったけど。すいません、あの後状況が悪化しちゃって、少し相談に乗ってもらえればと思ってきたんですけど。でも平気か？俺たち自分たち正しいと思い込んでる奴らだぞ。あの時はすいませんでした、少しカチンときちゃって。ほら、イッチも反省したみたいだしさ、話くらいまず聞いてみようよ。ありがとうございます。ちょっと今、頼れる人が浮かばなくて。いいよ、とりあえず話してみなよ。はい、前に相談した後、数日して改めて夫と話したんです。いいじゃん、反省を伝えたのかな。そもそも私が話す前に夫が話し始めて、なんかあの後、管理会社から他の件でも夫に連絡がいったらしくて、その事実確認をされて、他の件って、まさか一致、余罪があったのか。余罪っていうほど大きなものじゃありませんよ。例えば何？ゴミ捨てに関してです。あれかな、指定の曜日以外に捨ててたとか？なんでわかったんですか？やっぱり皆さんもやってることなんですね。違うよ、一般的な迷惑行為を言っただけ。一致は適当な曜日に出してたの？いや、それもあるんですけど、それは少なめで。じゃあ何が多かったの？いや、忘れないよう前日から出しておくとか。ほとんど一緒じゃん。その出したゴミがカラスに食い散らかされて散乱してたことが何度もあって、それを追及されたんです。それは、事実なんだよね。はい、そうやって散らかったゴミを放置してたのもまずかったみたいで、中身からうちの家ってのはもともと推測されてたらしく、それが今回、わざわざこのタイミングで言ってきたんです。わざわざというか、管理会社も我慢の限界だったんだろうな。他の罪も教えてよ、イッチ。そうやって、人の話を面白がって聞くの、ほんと不愉快なんですけど。
だって、面白いんだよ。こんなにヤバいやつってなかなか実生活では会えないからさ。はぁ？マジムカつくんだけど、もうあんたはこのスレからいなくなれよ。まあまあ、エッチ、落ち着いて。ただ、他にもまだあるみたいだったから、聞かせてみてよ。他はエレベーターを何回か止めちゃってたことを掘り返されて。エレベーター止めるって、なんでそんなことしたの？いや、家を出てエレベーターに乗ったところで忘れ物に気づいて、家まで取りに行くとき、またエレベーター呼び直すの時間の無駄だなって思って。だから、扉が閉まらないよう開延長をして止めておいたんです。そういうことを何回もしたのかな？まあ、他にもちょっと。それはなんでかな？いや、隣の老夫婦の車が帰ってきたのが窓から見えて、慌てて洗濯物取り入れようとしたんですけど、老夫婦だから、エレベーター乗れなきゃ階段では上がってこないと思って。まさかエッチ、洗濯物取り込む時間稼ぎのために、エレベーター止めてたってこと？やば、その発想は本物だわ。犯罪者の足止め行為そのものだな。うるさいな、あんたは黙ってなよ。たださエッチ、さすがに老夫婦がかわいそうとか思わなかったのかな？でも、待たせるって言っても、ほんの数分ですよ。それくらい待つ時間はあると思うんですよ、老人ですから。最低なこと言ってるなこの人は。それで、そうやってエレベーター止めてるのが、管理会社にバレたってわけだな。はい、ホールにもエレベーター内にもカメラがあって、そこに私がそういうことしてた記録が残ってたらしいんですよ。そうだな、むしろそこに考えが至らない一致がすごいな。なるほど、これで一致の罪は全てかな？いや、あと一つだけ。まだあるのか、何々聞かせてよ。でもそれは罪とかじゃなくて、むしろ優しさというか。なんだよ、早く聞かせてよ。うちのマンション、ペット禁止なんですよ。そうだね、集合住宅はその方が多いかもね。ただ、私昔から動物が好きで、ちょうど最近、そのマンションの近くで野良猫を見つけたんです。まさか、それを飼い始めたとか？それはさすがにバレたらまずいと思ったんです。隣のベランダに勝手に洗濯物干すのもまずいけどな。だから、別に家に持って帰ったりはしなかったんです。でも、見てるとお腹も減ってそうでかわいそうだったから餌をあげたんです。うわぁ、野良猫に餌って、非常識だなぁ。なんでですか、かわいそうじゃないですか。ただ、そうやって餌あげてるうちにどんどん他の野良猫も集まってきちゃって。そしたら、マンション周りに野良猫が溜まるようになっちゃったんです。もうそれは、ペット飼っちゃってるようなもんだな。そうだね、多分住民にも迷惑かけてるだろうね。音とか糞とか。そんな、いいことしてるのにそんな言い方やめてください。イッチはさ、地域猫っていう言葉知ってるのかな？いや、初めて聞きますけど。野良猫にも種類があるんだよ。ちゃんと不妊治療を受けた野良猫か、そうじゃないか。それが何なんですか？そうやってイッチみたいな人が、無責任に餌をやることで、どんどん野良猫は増えてくんだ。別にいいことじゃないですか。違うだろ、じゃあ増えてくそれらを全部イッチが面倒見られるのか？いや、それは無理ですけど。それなら、ちゃんといろんな手続きをしなきゃダメなんだよ。ただ可愛いからって餌をあげるだけだと、無責任すぎる。そうだね、実際に周りに迷惑かけてるから、管理会社から言われてるんだろうしね。はい、なんかマンションの住民以外にも、近隣住民からも文句の声があったらしくて。でも、私は良かれと思ってしていたのに。イッチはさ、少し自分以外の視点に立つ必要があるんじゃないかな？何がですか？今回のこともさ、隣の老夫婦の視点に立てばさ、勝手に洗濯物なんて干さないと思うんだ。それに、不法侵入もしないだろうな。夫の視点に立てば、自分の家事の雑さにも気づけたはずだしな。マンションの他の住民の視点に立てば、自分の迷惑行為もわかったはず。じゃあ何ですか？全部私が悪いってことですか？そういうことになるな。何なんですか？いっつもここのスレ民は私に冷たい。夫もそうよ。これだけのことで離婚なんて言い始めて。夫は離婚も切り出したの？そうですよ。私が一生懸命説明してるのに話を聞こうともしないで。違うだろ、イッチ。イッチがしてるのは説明じゃなくて、言い訳だ。ほんと、人の神経逆なでするの上手ですね。はぁ、今度こそいいわ。もう話したいことなんて一つもありません。夫との関係だって、マンション内での立場だって自分で解決します。ここの人たちにはどうせ何もできないって、忘れてましたよ。まあ、話を聞くくらいだな。話もろくに聞かなかったくせに。もういいです、ありがとうございました。ここにいるだけ時間の無駄なので、もっと有効に使うことにします。それは皆さんで自由に使ってください。それでは。
こうしてエッチはスレを後にして、今度こそ帰ってくることはありませんでした。皆さんは今回の報告者についてどう思われましたか？ぜひコメント欄でご意見お願いします。2本目は、旦那が怪我で働けません。どうやって生活しよう、と嘆くエッチのお話です。それではご覧ください。視聴者の皆様、こんにちは。今回は旦那が怪我で動けず、これからどうやって生活しよう、と嘆くエッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。私は41歳の専業主婦で、これまで夫に頼って生活をしてきました。でもある日夫が怪我をしてしまい、入院することに。私は生活の支えを失ってしまったのです。こんなことは初めてだし、一気に私は経済的な不安に駆られます。夫が怪我をしてしまったんだね。経済的に一人で支えていたんだろうし、不安になる気持ちもわかるな。イッチはずっと専業主婦だと言ってたけど、これを機に外で働こうとは思わないのか？夫が大変な状況なら、助けられるのはイッチだけだろう。何を言ってるんですか？私は結婚してからずっと専業主婦です。夫もそれを認めてくれています。今さら働けるわけないでしょう。それに私は働く気はありません。専業主婦でいいというから結婚したのに、どうしてこんなことになったのか。これから先が不安です。でもイッチの家は働き手がいないでしょ？お金が入らなくなるんじゃ、生活にどんどん困るわよ。お金はどうするの？生活に一番必要なのはお金だもんな。イッチが働く気がないとすると、収入はどこからもらうのか？心配だな。それは心配には及びません。私には今年就職したばかりの娘がいます。しかも勤め先は大手企業だし、給料はもちろん高いでしょう。娘さんがいたんだな。それにしても大手企業に就職したなんて、優秀な娘さんなんだな。私の子供なんだから、当たり前です。この春大学を卒業したばかりで、社会人になったばかりなのでまだ一人前ではないですけどね。それで、その社会人の娘さんがどうしたの？私は娘に毎月7万円送るように言いました。働いてる彼女だけが頼りなので、そんなにお給料があるなら、実家を助けるのは当然ですよね。7万は高すぎないか？大企業といえど初任給は低いだろうし、一人暮らしの家賃もあるだろ？そうだな、家賃を払うだけでもやっとなんじゃないか？もうちょっと減らしてあげたらどうだろう？その分イッチが少しでも働けたら、みんな助かると思うんだけど、そのつもりはないの？さっきも言いましたが、私は働くつもりはありません。ずっと夫が働いた分、今度は娘が頑張る番です。それに7万はないと、私と夫は飢えてしまいます。金額を下げるつもりもありません。夫はいつも一人で30万以上は稼いでます。だから私は働かずにいられたのに。それがどうでしょう？今はたったの7万ですよ。本当は月20万は欲しいところです。でも一人暮らしの家賃もあるだろうし、優しい私は7万で許したんです。優しい母親ですよね？確かにいつも30万収入があったんじゃ、7万はとても少なく感じるよな。イッチの旦那さんは家のために、頑張ってたんだな。一人で30万も稼げるなんて、いつも仕事頑張ってたんだな。生活のために頑張ってた旦那さん、怪我が本当に気の毒だな。イッチの願いも聞いてくれて、いい旦那さんじゃないの。早く怪我が治ってくれるといいんだけど、大丈夫かしら？ちょっと待ってください。なんで旦那ばかりに注目するの？生活に一番困っているのは私なんですよ。今まで送ってきた専業主婦としての優雅な暮らしが、一瞬にして壊れたんですから。大体怪我なんかした夫が悪いのよ。毎日夫を見送った後は自由時間だし、いくら昼寝してても怒られない。好きな時にお出かけもできるし、誰にも邪魔されなかったのに。イッチは恵まれた環境にいたんだな。今の時代専業主婦の方が珍しいし、それを許してくれる旦那さんはなかなかいないぞ。そうだな、共働き希望の人が今は多い気がするな。夫婦二人でフルタイムで働いて、家庭を支えている家庭が多いな。夫婦で働けばその分収入も入るし、どちらかが働けなくなってしまった時でも安心ですものね。いいえ、それが常識というのは大間違いです。今時でも専業主婦でいる人はたくさんいますよ。それに夫婦は共働きでいなくてはいけないと決めたのは誰ですか？
働いてないと怠けてるとか、そういう目で見られることも確かにあります。一体誰が夫婦とも働きなんか、最初に言い出したんでしょうね。おかげでこちらは大迷惑ですよ。女性は家にいるものです。私がもしも、もっと昔に生まれていたら、こんな思いしなくてよかったのに。娘を見てくださいよ。大学出たらフルタイムの就職は当たり前みたいです。とてもかわいそうですよね。朝から晩まで会社に縛られるなんて。それに若いのにフルタイムじゃないと、とやかく言われるみたいですしね。一致は何が何でも、働きたくないんだな。それがよくわかったぜ。今まで頑張ってくれた旦那さんのこと、少しは考えたことあるのか？頑張ってくれた分、自分も支えようとかさ。今の話を聞くと、ただただ旦那さんが気の毒ね。お見舞いはちゃんと言ってるの？お見舞いなんか行く役ありません。勝手に怪我をしたのは夫ですし。私は生活に困る被害者ですし、そこまで皆夫の味方なんですね。私のせいで夫が怪我をしたとかなら、まだ罪悪感も感じますけど。今回は私は何も悪くないですし、夫の不注意のせいだと思います。家族を支える立場なら、もっと安全確認をするべきだし、いざという時は私も助けてくれるだろうと、甘えがあったのではないでしょうか？困った夫です。病院では食事も出るし、不自由なく暮らしてるみたいですが、病院に甘えられても困るんですよね。病院はゆっくり休んで病気を治す場所だから、甘えさせてもいいんじゃないか？それに誰も会いに来てくれなくて、寂しいんじゃないか？入院生活は心細いだろうし、怪我が完治するまでもまだまだかかりそうだからな。一致が来てくれたら、旦那さん喜ぶんじゃないかしら？優しい奥さんだって思ってくれるかもよ。私が夫に会いたくないんです。怒りがまだ治らないので、どうして怪我なんてしたのよと、夫を責めてしまいそうで、怪我をした時も、ものすごい言い合いになりました。夫はごめんしか言わずに、私は話す気が失せてしまったのです。私に悪いと思ったら、一日も早く退院すべきだと思います。それを何週間も入院していて、夫からは誠意を感じません。もともと気が弱い夫なので、私に言い返せなかったのかもしれないし。どちらにせよ、退院するまで会うつもりはありません。よく旦那さんはここまで一致といたな。俺だったら耐えられないぞ。責められてばかりじゃないか。退院したら、また一致に怒られると思ってヒヤヒヤしてるんじゃないか。これなら入院してた方が、旦那さん的にはいいかもね。一致から離れられるし。また何か言いました？夫は私がいいと思ったから結婚したんです。じゃなかったらとっくに離婚してます。文句言わないで、それに私は人として正しい道を夫に教えてるだけです。私と離れてよかったなんて、思ってるわけないでしょ。いや、何にも言ってないぞ。それにしても一致は自信がすごいな。常に自己評価が高いところはすごいと思うぞ。ところで仕送りの件は、娘さんに何か言われなかったの？なんと最初は文句を言われたんですよ。7万は高すぎるって、自分は就職したばかりで生活も安定してないって言い訳を言われました。お母さんも少しは働いたらどうなの？って娘にも同じこと言われましたよ。やっぱり娘さんも同じことを思っていたのか。一致が元気なら働くべきだし、家族のために頑張ろうとは思わないのか？最近働いたばかりなら貯金も少ないだろうし、7万仕送りするのはやっぱり無理があるんじゃないか？家賃の他にも食料費や、友達との交際費もあるんじゃないか？それくらいの年頃なら友達との付き合いや欲しいものもたくさんあるんじゃない？ 7 万も仕送りしてたら、手元に残るのはいくらなのかしら？実家への仕送りの方が、大事に決まってるじゃないですか。無事に社会人になるまで大事に育てたのは私ですよ。親への恩をこういう時に返さなくて立派な社会人と言えますか？私はこのことはきちんと娘にも伝えました。そしたらまた反抗されたんです。育ててもらったのはありがたいと思ってるけど、7万はさすがに大企業に勤めてても高すぎるよ。お父さんが倒れてお母さんは何とも思わないの？怪我をしたお父さんがかわいそう。でね。それは娘さんが正しいし、一致よりも大人かもしれないな。私より大人ですって？あの子は社会に出たばかりの子供よ。私がいないと何もできないし、仕送りも普通なら自分から提案するべきです。精神年齢が大人だということだ。それに仕送りを強制する一致の方がおかしい気がするんだけど。
確かに普通親はそんなに多額の請求を子供にはしないわよね。自分たちで乗り越えていこうと思わないの？みんな私のことを責めるんですね。私は親孝行をするのは当然だと思ってます。ずっと無償で何もかも提供してきたんだから当然のことですよね。私何かおかしいこと言ってますか？夫や娘がかわいそうばっかり言って私の味方は誰もしてくれないし、今はとにかくお金が必要なんです。娘には仕送りをしてくれないなら今後一人で困ったとしても私も夫も助けないと言いました。そしたらやっと仕送りをしてくれたんです。それはひどいんじゃないか？今後助けないということに関しては旦那さんからは許可を得ているのか？得てるわけないじゃないですか。夫には今会ってない状態ですし、でも私の意見にはいつも従ってるから大丈夫です。いっち、女版亭主関白かよ。旦那さんに許可を得ていないんじゃ、娘さんが追い詰められるに決まってるだろ。仕送りも無理やりさせたも同然じゃない。脅しだわこんなの。脅してなんかいませんよ。最終的には自分の意思で仕送りさせてますし、7万円でも足りないくらいなんです。7万円でも足りないのか？外食やお出かけをしないで節約してれば普通に暮らせると思うんだが。こんな状況になって普通に暮らせると思いますか？食べ物も質素なものにしないといけないし、欲しいものも買えない生活なんてごめんですよ。家計が大変な時は我慢も大切だぞ。7万円はどうやって使ってるんだ？最初に入った7万円は欲しかったブランド物のバッグに使いました。ずっと欲しかったけど夫が買ってくれなくてようやく買えたんです。ブランド物だって？そんなもののためにお金を使ったのか。残金はどれくらいあるんだよ？私一人は食べていけるから大丈夫ですし、他のブランド品も欲しくなっちゃってたくさんお買い物をしました。専用主婦はこうでなくっちゃ。一気が食べていけてたとしても、旦那さんの治療費もあるのよね？そのお金はちゃんと残してあるの？数えてないけど多分大丈夫ですよ。それに買い物でもしてないとこんな生活やっていけませんし、こんなに自分の買い物ができたのも独身時代以来ですし、今の時間は私の自由な時間に当てたいと思います。これだと家計が心配だな。一気は本当に自分のことしか考えてない。こんな時にブランド物を買うなんて正気か？家のことを考えてたらこんなことはしないよな。旦那さんや娘さんは知ってるのか？旦那さんには言ってない可能性もあるぞ。その可能性はあるわね。ねえ一致、旦那さんに仕送りのこと話したの？話すわけありませんよ。これは私が使うお金ですし、誰にも邪魔できる権利はありません。それより聞いてくださいよ。念願だったお財布がついに買えたんです。私が若い時からずっと欲しかったブランドで、もちろん仕送りで買いましたけど、同年代の友達もみんな欲しがってたんです。でも高すぎて自分のお金では払えなくて、今度友達に会ったら自慢したいと思います。急に高級ブランド品をたくさん身につけてるエッチを見たらどう思うのか？きっと驚くに決まってるぜ。何かに騙されたのか、一致の金遣いの荒さに引くかの二択だな。ブランド物を身につけても、友達には自慢としか思われないわよ。友達をなくすかもしれないから気をつけてね。私の友達はそんなことで引いたりしませんよ。友達の中でも私は最先端を言ってたんで。みんな羨ましがるに決まってるわ。やっぱりこういうものを買わないと女とは言えないわよね。粗末なエコバッグを持ってる人を見ると買えなくてかわいそうにと思うわ。私はやっぱり恵まれてますね。これからも働かなくていいし、仕送りでブランド物が買えるんですもの。こうしてエッチの買い物依存はエスカレートし、生活費はどんどんなくなります。家の中には高級ブランド品がたくさんで、ついには夫の治療費も出せなくなるのでした。そしてついに娘にも気づかれてしまうのです。娘が急に怖い顔をして家に来たんです。今まで見たことないくらい怖い顔でした。親である私にあんな顔できるのが信じられません。娘さん一体何があったんだ？お母さん私の仕送りを勝手に使ってるでしょ。そう言って私を責めてきたんです。どうやら夫のお見舞いに行った時に、その話をしたんだと思います。夫には全く話してませんでしたから。それでバレちゃったのか。その後はどうしたんだ？私の部屋に勝手に来て、買ったカバンや財布を見て怒ったんです。こんなの買うために仕送りしてたんじゃないと。カバンや財布を売ってくれと頼まれたけど、私は断固反対しました。せっかく買えたのにどうして売らなくてはいけないの？それは怒るのも無理ないわよ。
自分が一生懸命稼いだお金をそんなことに使われてたなんて知ったらね。私は腹が立ってもう一度説教しました。今まで育ててやったんだから、親孝行くらいする気はないのかと。今まで高いカバンや財布も我慢して育てたんだから、それくらいしてもらわないとおかしいと。無償で育てるのは親として当然だろう。一致は恩着せがましいな。それでも親なのか？ただ自分の欲望を子供に押し付けてるとしか思えないな。子供の立場になったらかわいそうなことだ。親にそんなこと言われたら、ますます助けたくなくなるわよね。どうしてまた私が責められるんですか？夫の入院の影響で私はこんなに苦労してるのに。少しくらい味方してくれてもいいんじゃないですか？私をバカにしたいんですね。それならとことんバカにすればいいわ。どうせブランド物も持ったことないでしょうし。それに子育てもしたことないでしょ？うわぁ、とてつもなく腹が立つな。相手にしてはダメだ。一致はおかしいんだから。そういう相手にしたらダメだし、今回被害をかぶってるのは旦那さんと娘さんだから。そういえば夫の治療費も滞納してたんです。どうしてこんなことになるのか。私の買い物を合わせるとやっぱり7万円じゃ足りなすぎるんです。娘にもっと仕送りをお願いしないと。でもあれ以来電話にもメールにも出ないんですよね。家に行っても留守だし、親を完全に舐めてるに違いありません。治療費払わないとまずいのに。この気に及んでまだ娘さんを頼るのか、イルスでも使われてるんじゃないか？もう仕送りはしてくれないだろう。自業自得だな。イルスなんじゃないか？そろそろ目を覚ました方がいいぜ。私もイルスに一票。イッチが目を覚ます日は来るのかしらね。しかしその後もイッチは買い物を続け、ついに治療費や生活費も払えなくなりました。イッチは病院にいる夫と娘に呼び出されることに。病院からお叱りを受けたよ。どうしてこんなに治療費を滞納してるんだ？それに内緒でこの子にも仕送りさせてたなんて、俺に相談もなしかよ。夫は私の顔を見るなり責めてきたんです。迷惑かけてごめんとも謝らずに、娘も私を責めました。お母さんは私の仕送りでブランド物を買ってたんだよ。さすがに私ももう仕送りはできないよ。全部お母さんの責任だから。私は最初に夫に切れました。どうして怪我なんてしたのか、おかげでこちらは苦労をしたこと。それにストレスもたまりましたしね。次に娘にも勝手に夫に話したことと、もう少し仕送りしようと思わなかったのかと問いました。するとこう言ったんです。お母さんは自分のことしか考えてない。そんな人に親孝行したくないし、今後何があっても絶対援助しない。娘さんよく言った。こんな親の面倒見たくないよな。仕送りなんてもうしなくていいんだぞ。自分のために使えよ。娘さんの強い意志を感じるな。きっと溜まってたものが爆発したんだろう。このまま旦那さんにも迷惑がかからないといいんだけど。私は娘の発言が頭にきました。生まれてからのこの二十数年は何だったのだろうと。私は私が置いてからもしっかり援助するようにいつも言い聞かせてました。だってそうじゃないですか？私だってそう言われて育ったんです。母親が専業主婦なのは当たり前だし、子はいずれ親を助けなくてはいけません。これからも何と言おうと仕送りはしてもらうし、私から逃げようとする真似は許しません。それを夫にも言ってもらおうとしたけど、完全に娘の味方でしたね。イッチが鬼に見えてきたぞ。もはや人のすることではないな。あれだと子供をお金としか思ってない。早く自分で苦労すればいいのに、きっと苦労した経験がないんだな。イッチがこんなにヤバい人だなんて、思わなかったわ。旦那さんはどんな手段に出たのかしら？お前がこんな卑劣な人間だと思わなかった。これ以上は一緒にいれない。今まで散々甘やかした俺も悪かったな。夫は私と離婚したいと言ったのです。てっきり私の味方だと思っていたのに、よりによって娘の味方をしました。信じられません。結婚してからずっと私にお金と自由を与えてくれる存在を失いました。私は家でこんなにいつも頑張っていたのに、どうしてこんな目に遭わないといけないのでしょうか？私ももうお母さんとは関わらないし、いくら頼んでもお金はあげないからね。娘にも夫にも見放されて、私は一人で放り出されてしまったのです。最初は反抗したけどダメでした。病院の請求も私が払うことになりました。私が滞納していたから私の責任だと。病院側も少し待っててくれることになりました。その間にどうしようか考えます。
そして決心をしました。頼るところがないならもう働くしかありません。専業主婦歴が長い私を採用してくれる会社はなかなかなく、掃除の仕事にやっと受かりました。しかし夫のように30万はもらえません。手取りでギリギリ生活しています。私を捨てた夫と娘は今でも許しませんし、私でも30万稼げるところを見せつけたいです。ついに働いたんだな。これからは自分で働いて頑張れよ。もっと早く働いていたらこんなことにならなかったのに。まあ未来に期待するしかないな。今さら気づいても遅いことってあるわよね。家族から見捨てられた私は、生活の再建に向けて頑張っています。一からお金を稼ぐというのは本当に大変で、なんでこんなに働かなくてはいけないのだろうと、日々思います。一日8時間働く決まりなんてとてもふざけていますよね。でも独り身になってしまったからには、働かないと食べてもいけないし好きなものも欲しいですからね。もちろんカバンと財布は捨てていませんよ。あれは私の大事な宝物ですからね。ずっと大切に使います。こうしてびっくりするほど怠け者のエッチ忘れを去っていきました。果たして彼女は今後働いていけるのでしょうか。皆さんは今回の報告者についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。